姿勢はメンタル美しい姿勢研究所北原陽ですおはようございます皆様いかがお過ごしでしょうか本日はスマホ首は上を向けというお話をしたいと思いますスマホ首というのはいつもいつも下を向いてスマホ画面を見ているために頭のポジションが前に落ちてしまって首の前側が縮んで 後頭部から首の後ろ側が常に引っ張られて慢性的な首や肩の痛みや緊張を引き起こすというものですまたはストレートネックとも言われており首がままっっっすぐになってしまっている状態です頚椎というのはもともとは緩やかな前腕このようなカーブがあるもので。 頭のポジションは胴体の真上が正しいポジションですそれが下を向いてスマホを見ていることによって頭が前に行ってしまっているそれにより首の前腕が失われまっすぐになってしまっているというのがストレートネックの状態ですいつもいつも下を向いてスマホを見ているというような姿勢でいるために体は だんだんその形で定着してきてしまうわけですその体がその形で定着してしまうのを防ぐためには意識的に普段と逆の動きをする必要があるわけですだから時々上を向くということを行ってくださいこの上を向くことによって縮んでいるフェイスラインから 首の前側の緊張をとってストレッチすることができますまたまっすぐになってしまっている首をこのように前腕という本来の形を作ることができますそれによってだんだん頭も正しいポジションに戻っていきます注意点としては必ず上を向く時は口を閉じて 鼻だけで呼吸をするようにしてください。口が開いていると上を向いたときに、えー、しっかりと前側が伸びてきませんので、歯と歯をくっつけてしっかりと口を閉じて行うようにしてください。そしてゆっくり上を向く。ゆっくり下を向く。ゆっくり上を向く。ゆっくり下を向く。 この動きを3回から5回作業の合間に頻繁に行うようにしてください中にはあの痛くて上を向けないという方もいらっしゃると思いますそういった方はもしかすると頸椎の間隔が狭くなってきてしまっているという可能性も考えられます痛みがある方は無理に行わずできれば お近くの整形外科や整骨院や整体の先生に相談するようにしてください。本日は以上です。ありがとうございました。